はい、どうもカリエです。今回は、ベオウルフの氷の簡単攻略かつパーティー紹介を、兼ねて動画を撮っていきたいと思います。この前再生進化したオノノコマチをリーダーにしてきました。で、まだその一徹の簡単攻略の動画上がってないのに一徹使うのをちょっと申し訳ないんですけども、今回一徹使います。一徹とで光で、再生前のオリエンス、再生前のオリエンス使います。今回はで、ギルガメッシュをリンクさせております。で、フレンドさんにはビビアン連れてきております。まあ妖精パーティーですね。基本的にそのオノノコマチのリーダースキルのゴッパネルヒールスキルを使っていくんですけども、なんで俺今回一徹連れてきたかというと、まあ一徹がねそのアクティブスキルで、手札が全て回復パネルになるっていうアクティブスキルを持っていたので今回連れてきました。光もね同じように、ラブレスレイで、手札光、を全部光回復パネルに変えてくれるので持ってきたので、まあ2回、回復パネルをマックス状態でできるっていうね代物でございます。でベオウルフはアクティブスキル封印が最初ないので、初っ端から使える感じですね。で5枚決めると、まあ一応オリエンスも、ドラスチックが発動するので、まあ5枚決めた時点で、3属性は確定なんですよね。なんでこのギルガメッシュの4属性をの、リンクスパッシブを、確定させるには一徹のこのノーマルスキルどれかを決めるためにハートもう1個どっか作って火1枚入れれば、4属性確定なんで、オリエンスの、火力が一応 3.0 倍になります。結構これがね、結構でかい火力になりますので、多分見ていただいたら多分わかると思うんですけども、まあ、とりあえずやっていきましょうか。ここでぐちぐちと説明しても難しいと思うのでいきましょう。でベオウルフって最初に進化前だったら闇と光かな、あと無属性もか、無属性、闇光無属性を、ダメージ無効にしてくるので、これ今光に変えられましたけども、あブーストないな、まあまあいいか、まあ、とりあえずリオルレスハートで、全部ハートにします。でまあ実質その光だけ、ダメージが与えられない状態なんですけども、まあ5枚決めてどっかで別の場所でハートと炎を1箇所ずつ入れれば、多分一撃で落とせると思います。いきます。はい、もうこれで OK なんですけどね、それだからもう1回これ決めといて、もう全然出し惜しみせなくて OK です。がっつり決めちゃって OK なんで、はい、まず一撃ですね。でこの後光のねアクティブスキル使ってもう一度ハート作りますけども、ここね風属性通らないんですよ。炎水風が通らないので光以外はもうほとんど通らないんで一回待ちます。ビビアのセレスガード使って、で次が一応通常攻撃だったかな、あ違うか、ランダムか、ランダムになるのか。なのでまあ一回何もせずに、まあ、適当に回復だけしといて、アクティブスキル封印されることは多分ないのでダメージも食らわないしね。はい、今これで通常攻撃食らいました。で相手何も、防ぐ、スキルじゃない状態異常はついてないので、ここでラブレスレイ使います。はい、で、ここでオノノコマチの、サメザラマシオを使って相手のヒットポイントの 20% 減らすのと妖精族の、攻撃力 1.5 倍を放ちます。はい、これでもだいぶ削れてる方なんですけども、さらにここでフーリッシュ、味方全員の攻撃力が 2.0 倍、アクティブスキルが封印状態になります。であとはもう一緒です。ハートパネルを、5枚入れて、おおいっぱい来た。今できるだけコンボさえ決めればもうほぼ一撃、まあ別にコンボ決めなくてもほぼ一撃です。オリエンスがねがっつり攻撃与えてくれますんで、はい、
こんな感じです。本当にね、あのアクティブスキルさえ溜まっていればね、あのハートが全開になって、5枚入れて、あとは炎を決めるだけで、簡単に、一撃で倒せるっていう、まあベオウルフだけじゃなくて他の降臨でもね全然使えるパーティーですので、まあ今回はベオウルフの簡単攻略兼おののこまちの、パーティー紹介の動画でございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。